2018年、来年ですね、10月に開催されるブエノスアイレスにおけるユースオリンピックゲームに追加種目としてダンススポーツ競技の中のブレイキング、ブレイクダンスを追加採用すると。当連盟ではダンススポーツと言って、もともと社交ダンス、ボールルームダンスから発展した男女のペアダンス競技をメインに活動してまいりましたが、音楽の時代的な変化に合わせてニュージェネレーションダンスの普及にも取り組んでおります。生い立ちのかなり異なるブレイキンについては、その文化的側面は別途尊重されるものとしつつも、スポーツとしての枠組みについては当連盟が責任を持ってオリンピックに送り出し、確実に日本のメダルにつなげていきたいというふうに考えております。16歳から18歳に限ったユースの大会は今までに存在していませんでしたが、まあ、後ろにいる彼らを筆頭に、特にシゲキックスは、大人の大会でも、好成績を、バンバン残して、世界的に見ても金メダルを取る可能性が大いにあると、そういう高い声が、ある B ボーイです。でカルチャーとして育ってきた我々の文化が今回スポーツとして認められたことにより、より多くの皆様に見ていただけるチャンスができました。でこの機会を大切に、特にユースの皆さんに夢を与えられるようなものにしていきたいと僕は思っております。来年本大会になりますが、その前に最終の世界予選として世界選手権大会を開催するということの中でですね、私ども東京で私ども組織が主管をいたしまして、開催をすると、このようなグッドニュースを皆さん方にお伝えできることを嬉しく思っているところでございます。若い力を私ども感じておりまして、ぜひこのブレイキン、ブレイクダンスを通じて日本の若者も元気に、そして世界の若者とも仲良くという、そういった大きな目標に向かってこの大きな大会を成功させたいというふうに思っております。